こんばんは。見えてるかな？ こんばんは。今日は何日だ？5月8日水曜日の乃木曜日を担当します、小川彩です。お願いします。今日は皆さん何してましたか？そう、猫耳つけてみました。そう、今日も天気がさ、昨日もかちょっとだけ雨で、そう、前から雨嫌いじゃないんだけどね、今はもっと好きになりました。なんでか分かりますか？チクタクチクタク 正解は水の戦士だからです そうです。そう、しかも今日は水曜日です 水曜日もちょっと好きになった気がする。マーキュリーです。そう、あ、そうだ、今日ね、乃木目で昨日使った入浴剤が何の匂いだったかっていう問題を出したの。だから、そう、なんだっけ、そう、この乃木曜日で正解を言うねって言っといたから 正解はね、プラムなんです。珍しいよね そう、入浴剤結構ライブとかいろいろいただくことが多くて、そう、溜まってきちゃって、だから最近毎日いろんなの使ってるんだけど、昨日使ったやつはなんか見たことないやつで、なんかすごいおしゃれで香りも珍しい感じでね、すごいいい匂いだった。プラム、本物食べたことないからな。はい。そう、見たことないよ。見たことある？わかんない。調べよう。あやほー。急に。ということで、じゃあ早速、宿題を、昨日の宿題をやろうかなと思います。ひなからの宿題。あやへ。ひなの好きなところ3つ教えてください。ひな。ということで これはちょっとずるいよね。あ、そう、ちょうどさっきね、ひなと一緒にいたんだけど、一緒に映画見たりしてた でね、今日メイクもひながしてくれたの。かわいいでしょ めっちゃ上手 そう、あ、で、3つね。3つか。じゃあどうしようかな。3つ？迷っちゃうな。じゃあ、まず1つ目。いっぱい話してくれる。そうやね。あ、ちょっとさ、先全部、あ、まあいいか。そう。自分から話すの苦手というか、なんて言うんだろうね。そう、話すの上手じゃないからさ、いっぱい話してくれて。嬉しいんだよね そう、楽しい。ひな喋りすぎ あ、そうです、ちょっと喋りすぎかもしれないけど、それぐらいが嬉しいというか心地いいですね じゃあ2つ目、褒め上手 もういっぱいね、かわいいかわいいとか言ってくれるの。さっきメイクしてもらってる時もね、多分10回ぐらい言ってたんじゃないかな あ、かわいいっていっぱい言ってくれてね、すごい自己肯定感を上げてくれる そう、いっぱい褒めてくれるの。そうだね、話し上手だね。じゃあ3つ目か。最後？じゃあ、いろんなとこ連れてってくれる そう、本当にね、連れてってくれるの。なんか美味しいお店とか。いいでしょ一緒にお買い物もこの間したりとか。そうなんです。そう、まあこれはね、まあひなのいいところって言ったらまた多分違ったのがいっぱい出てくるんだけど、好きなところっていうとこんな感じかな そう、まあいっぱいあるんだけどね、他にも。
こんな感じですかね、宿題どうですか。そう、セラミもあってなんか前より仲良くなれた気がする。どうしようかな、まあ、あとはね番外編だけどやっぱりバレエがね、もう最初見た時鳥肌立っちゃった。まあこれはもう言われ慣れてるかもしれないけどね、もう何回でも言っちゃう。本当になんかバレエだけじゃなくてそのバレエから来てる表現力みたいなすごくて見とれちゃう。そう、まあひなのうるさいところも好きなので、ひなはひなのままでいてください。まあでも無理はしないでね。じゃあはい、宿題終了です。トマトだ。でそして乃木曜選手権に参りたいと思います。今週の競技はゴールデンウィーク連休トランプです。イエーイ。はい、まずは乃木曜選手、あ、ま、台本読んじゃった。はい、今週の競技はゴールデンウィーク連休トランプということで、トランプをこちらにあるんですけど、トランプを引いて出た数だけ休めることにします。1枚引いて休み足りないなと思ったらもう1枚引いても OK です。ただし今年のゴールデンウィークは最長10連休と言われているので、引いたトランプの合計が11以上になったら休みすぎなので失格です。もっとも10連休近く休めた人に素敵なプレゼントが贈られます。ということで、わあ、ゴールデンウィーク、昨日はひな9、これはすごいな。もう私は10を出すっていう選択肢しかないんですよ。どうしましょう。自分もっと休めます。休みたいね。じゃあちょっとトランプを切って、これ結構うまいでしょ。ずっとね練習してたの、小学生ぐらいの時。うまくはないけど絶対10出す、私なら10いけるぞ。じゃあ行こうかな、早速行きますよ。じゃらん、お、いいんじゃない、2です。今のとこセーフ、いきなり11とか出ちゃったらもう終わりだからね。行きます、じゃらん、あ、え、これなんだっけ。9って12。あ、終わりました。終わりました、私のゴールデンウィーク。あー、2プラス12で14となりました。アウトです。失格。うー、勝ちたかった、いのに14、いやちょっと休みすぎちゃったね。14連休。うわー、あ、待って、ひな、これ逆に書いてたのかよ。ちょっとひな、あやも間違えちゃったじゃんよ。はい、まあということで14でした、負けました。まあ確かにね、クイーンって強そうだし、まあセーフとしましょう。はい、ということで乃木曜選手権終了です。次はじゃあ何の話しようかな、何の話しようかな、
ゴールデンウィークかちょうどね。ゴールデンウィーク10連休だった方っているんですかね。どうなんだろう。何が起きているでしょうか皆さん。もう笑い声でちょっとわかるんじゃない。今日メイクしてくれた人誰。ひなだよ。全部見てたよ。やだ、見てたの。絶対今見てないと思ってさ、ね、話してたんだけど。ちょっと爆速でやってきてる。ひなです。ひなです。声だけだって。いや映れない。顔声だけ出演らしいです。顔は私が作ってる。ボサボサだから、ね、今日は乱入できなくてごめんねってさっき言われたんだけど、ね、して欲しかったって言ったら、うん、なんか来た。私優秀だからちょっと爆巻きしちゃった。うん、ありがとう。見てたよ。恥ずかしい。嬉しい。好きなとこたくさん見てくれて嬉しかったよ。じゃ宿題だからね。あと逆に帰っちゃったのはひなのせいじゃない。え、そうなの本当に。いや、だってひな逆って書いたもん。確かにね。いや、ずっと見てるからね。バイバイ。またね。ひなが来た。かかってやんのって試されてたのか私。ひなほう。ひなほういいね。全然ヤッホーでもないけど。じゃあ話戻りますか。ゴールデンウィーク、そうなんだ、何話してるんだっけな。あ、そう、10連休だった方っているんですかね。ゴールデンウィーク10連休どうなんだろう、いるのかな。11連休だった。おお、いいね。おー、10連休。そっか、10連休実際にあるんだね。私はねお休み1日あって、もう朝からミクと遊びに行って、夜はたまみさんにお食事に連れて行ってもらいました。そう、あのひなと3人でちょうど。そう、いいでしょ。お食事してね、いろんなお話できた。でも本当に可愛い。写真集見ましたか、あの先行カットっていうのかな。めっちゃ可愛くないですか。楽しみだな。マカオで撮ったんですよね。マカオ、香港。そう、そう、めっちゃ綺麗ですよね本当に。そう、ミクともね久しぶりに出かけられて、楽しかったですよ。なんか食べたの？いっぱい食べました。いっぱい食べて、いっぱい食べて元気です。そう、じゃあセラミの話でもしちゃおうかな。そう、セラミはね、もう本当に楽しかった。多分もう皆さん分かるのかなっていうか、雰囲気で分かる気がするけど、もうみんなセラメロスって言ってまだ余韻が抜けてないです。そう、あ、そう、あかねさんブログ書いてくれたよってね。そう、見ました、嬉しい。あかねさん大好き。本当にね、キャストさんがみんな本当に素敵な方で、それに本当に助けられてというか、多分この
キャストさんじゃなかったらなんて言うんだろう、全く違うものになってたし、一人でも違ったら、うん、本当にその皆さんのおかげで楽しめましたね。アドバイスとかもしてくださったりとか、もう楽屋が本当にすごいワイワイしてて楽しかったです。ただ聞いてるだけでも幸せになれるというか、ね、そう、このセラミュ期間は実はね、ナギにメイクをしてもらってたんですまたメイクの話になっちゃうんですけどそう、地メイクで、だから最初でも練習したんですよ、私もめっちゃ練習したんですけど、やってみたらもう絶望的な顔で本当にそうなんですよ、まあ、なんかなんだろう、普段のなんだろうな、まあ脱ぎ帯とかもそうだけど、地メイクたまにあるけど、なんかね、また舞台ってなったらもうしっかりメイクしなきゃいけないから、この普段のちょっとメイクならちょっとずつできるようになってきたんだけど、舞台はダメでそう、舞台メイクすごい、ナギも上手でね、毎日朝から大変なのにやってくれてね、本当に優しい。そう、いや本当に絶望的だったの見てほしいけど、もう本当にびっくりしすぎてすぐ落としちゃったそう、だからね、ナギにはね、そういう面でもなんて言うんだろうね、精神面でもすごい支えてもらってました。うん、そう、やっぱりね、ムーンチームのみんなと毎日なんかなんだろうな、ここしようとか話したりとかして、すごい深まった気がします楽しかった。あと舞台ですよね、で乃木坂入って舞台初めて見たんですよ私。それで舞台見るのはもうすごい好きになってたんですけど、やっぱやってみるとまた違くて、さらに好きになっちゃいましたね。うん、またやりたいまたやりたいです。うん、アルノのマーキュリーどうだった？アルノのマーキュリーもね、また全然違う、もう分かんない、自分を客観的に見たことないから分かんないけど、全然また違ったマーキュリーだったんじゃないかなって気がしてます。好きです、歌が上手ですね。菅原さんは2025年もやるらしい、やるらしいですね私も出たいあれ本当に笑ったなさつき全然気づいてなくて、周りはみんなえって見てほしい。まだそのなんだ、アーカイブ、配信のアーカイブもまだ見れるので見てください、ぜひ。そうですね、そう、まあムーンチームともすごく深まったけど、スターチームともね、ずっと稽古中は一緒だったから、こうね、刺激を送り合ってました本当になんか濃密な時間でした本当にこれ経験できてよかったってめっちゃ思いますあかねさんのギャップいいよね。いや本当にギャップすごすぎます。多分あの最後の挨拶でびっくりした方が多いと思うんですけど、本当に普段声とかもめっちゃ可愛くて私も可愛いとか言っちゃうんですよでもこう性格はなんて言うんだろうね、いい意味でサバサバしてるというか、もうね、
すごい大好きですそうね、またやりたいな2回目。そう、なんかいろんな役やってみたいってすごい思いましたあ、そうだ、グラビアチャンピオンも発売中ですので、ぜひチェックお願いしますさっきブログも上げたのでね、ぜひ見てください。そうだね、もうちょっとで水木さんの卒コンだ。全然まだ実感がないけど、水木さんのグッズ可愛くないですか？めっちゃもう可愛くて絶対使えます。サウナハットとかお皿とかも全部可愛くて、さすがですあと何の話しようかねそう、サウナハット今なんかいっぱいあるんですよね、私家にいっぱいあります。なんか3個ぐらいでも使い分けとか気分でいろんなの使ってます。今日のお洋服は見えるかなじゃんかわいいんですこれ、クローバーの柄になってるんですよこれがクローバー柄でリボンついてて、猫耳どうかな、なんか今日の衣装に合うかなって思って黒猫になってみましたそう、私アイドル前髪やってみたいんですよね、このこう斜めになってるやつ。でも一回やったかな、多分新参者の時に一回やったけど、あまり記憶がないこれもう一回やりたい。そう、髪伸びたの、美容室行きたいな。パッツン、どうなんだろう、私の前髪ってパッツンじゃないのかな、わかんないそうだね。あとは何かありますか質問やらやってほしいことやら。お、アンダラ2日目行くようだって、嬉しい。ショートとか見たい。そう、最近髪切りたい欲結構あるんですよね。だってあのブログの最初もちょっとびっくりした方もいるんじゃないですかね、ショート風ヘアみたいな、ボブか、片方どう見える切ってみたい。マーキュリー影響なのかな。でも切りたくない気持ちもあるおでこ出しね、おでこ出しもそうだね、したことないかも、してみようかな今度。マーキュリーの必殺技くださいいやでもちょっと今変身してないからな今猫になっちゃってるから、どちらかというとルナいやめっちゃ来ちゃった、言ったらめっちゃ来ちゃった、必殺技やってどうしようかな、じゃあちょっと控えめのマーキュリーアクアミストめっちゃ小声で言っちゃった、なんか
いやなんかやっぱ返事してないと恥ずかしいんですよね言うの。これは小川彩のマーキュリーアクアミストです。水野亜美ちゃんは違うね、マーキュリーではないです。なんだこれは、霧で見えないだって。やったー。小川彩も必殺技出せました。学校楽しい？あ、そろそろ宿題出しましょうかね。じゃあ宿題どうしようかな。あと次のメンバーさんはねまだ決まってないみたいなので、ちょっと誰かはわからないんですけど誰かに宿題を出します。どうしようかな。なんかね最近なんていうの、学校のそれこそさっきちょっと学校楽しいで終わっちゃったんだけど、なんかね数学で方程式みたいなやってて本当に分かんない問題があって、で今日宿題で出そうと思ったんだけどやっぱり良くないと思ってやめました。そうだって何年かしたら忘れちゃうもんね方程式とかって。そうで宿題なんかあるかな。なんかいいのあるかな。次回のメンバーさんへちょっと綺麗に字書きたい。いつもこれさサササって書いちゃって後からちょっと後悔するんだよね。写真とか撮ったりするからさ。とどうしようかな。なんかあります？あやはら行こう。あやはら、あ、じゃあ決めました。その日の配信でこっそり小川ポーズを3回する。どうですか？ こっそりっていうか小川ポーズはこれです。ちなみに流行らせてるので覚えてください。いいんじゃないですか。絶対忘れそう自分だったら。じゃあそれにします。と今書いてます。その日の配信中、配信中にこっそり書いとかないと、絵で書いとかないとちょっと分かんないかもしれない。お待たせしました。はい、書けました、はい、ちゃんと絵も。これで次回のメンバーさん楽しみにしてます。私は絶対見てます。小川ポーズしてるかなって。あ、もう終わりだ、早い。あ、どうしようどうしよう。あ、ちょっとじゃあスクショタイムだけしとこう。はい、猫お仕置きを。あ、ちょっと映んないな。はい、じゃあここら辺で終わりにしたいと思います。早い、楽しかったです。あっという間だったけど猫になれてひなも乱入してきて楽しいの曜日でした。じゃあまたね。
ありがとうございました。またねー。